今日は久しぶりにドライブしたくなったので国道30号線をトレースします。国道30号線は以前の動画でもお話ししましたが、スタート地点が岡山、ゴールが香川という海をまたぐ国道になっていて、この海をまたぐ部分にあたる高航路を走るフェリーが2019年12月15日で終了してしまうという話がありました。一応直島経由のフェリーは残るし、30号線のバイパスとして瀬戸大橋もありますが、メインルートとしての国道30号線を通しで通れるのは15日までが最後のチャンスです。そしてここが国道30号線のスタート地点にあたる大雲寺交差点です。それではスタート。2019年もそろそろ終わりですね。私の2019年の思い出はというと、四国に縁のある年でした。こんなにも四国に行ったことは今までなかったです。今日もまた四国へ行こうとしていますが、1月に高知に行って、6月にフェリーに乗って香川、8月に直島、9月にバースデー切符で高知と愛媛、そして今日また香川です。別に狙ったわけじゃないのですが、四国はいいところでしたね。本当は他にも行ってみたいところはあったんですが、例えば奥出雲にあるオロチループ、紅葉が綺麗と聞いて昨年から行きたいと思っていたのですが、ちょっとね、行けなかった。そしてここが国道30号線のループ、ループ橋です。国道30号線といえばこのループ橋のイメージです。そしてループ橋を渡るとほどなく布港のある通りに入ります。この辺りの右側が宇野港になります。左側に宇野駅があります。この宇野駅の交差点付近までが30号線。ちょっと車を駐車場へ置いてきます。ここからはフェリーに乗って高松に向かいます。フェリーの所要時間はだいたい1時間です。切符の自動販売機あったんですね。前に来た時は気がつかなかった。今日は平日なのですが、人がいっぱい出てきました。前に乗った時よりも全然人が多い。乗り込む人もまた多いです。運行休止でこれだけの人が来るのか。もしかしたら何かイベントを開催していたら、もっと乗る人が増えていたかもしれないですね。そうだなぁ、キアヌ・リーブスさんと一緒に船に乗ろうイベントとか。キアヌ・リーブスさん9月に直島・手島に来ていたらしいですね。あれ？宇田川国道フェリーの看板が真っ白になってる。宇田川の方はまだ残っていました。見えている橋は瀬戸大橋の3つある吊り橋のうちの2つ、あのモアイみたいな支柱を境に、左が南岐山瀬戸大橋で、右が北岐山瀬戸大橋です。瀬戸大橋の通行料が安いからこのフェリーはなくなってしまうんだ。高くすればいいのにという意見を見ましたが、それにはちょっと同意できません。瀬戸大橋開通当初は、瀬戸大橋を普通自動車で渡るとだいたい往復1万円くらい。フェリーが5000円くらいでしたが、そうなると橋代が高すぎてね、みんな通りません。瀬戸大橋の途中に吉島サービスエリアというのがあるんですが、人が来なさすぎて一時期廃墟みたいになっていてね、瀬戸
く橋を作ったんだからなんとかならないのかなと思っていました。共存できる方法があれば一番良かったんですが、難しいですね。反対側も島が紅葉していて綺麗と思ったら、まさかのアジャリムチが乱入。アジャリムチ好きです。あれ美味しいんですよね。高松港に到着。お客様にお知らせいたします。本線ただいま高松港に着岸いたしました。応戦ものございませんのご乗車をお願いいたします。漫画コーナーもあったのか。確かに1時間ってちょうど読書にちょうどいい時間ですね。あ、向こうでみんなで写真撮ってる。ここにいると邪魔ですね。わかるかな、中に車がぎっしり入ってます。いつもこれだけにぎわってたら休止しなくてもいいのにね。あと少しで出港なのでお見送りしましょう。綺麗に塗装されてますね。休止後はこの船どうなるんだろう。小豆島ラインの船になるのかな。向こう航路は12月15日でお休みしますが、四国フェリーは廃業するわけではないのです。昨年、韓国へに行った時に乗ったのも四国フェリーです。それでは国道30号線の続きをやりましょう。香川県側の国道30号線は短くて、歩いて行ける距離なので歩きます。香川県側の国道30号線は国道フェリー乗り場があるここからです。以前はこの辺りが港だったのですが、入れなくなってます。この道も昔はただの道だったのですが、綺麗に整備されています。ここを左に曲がってそのまままっすぐ進んでいきます。玉藻公園の入り口。玉藻公園は高松城跡を整備して作った公園です。外側から見るのはすごく馴染みがあるんだけど、中に入ったことはありません。琴電の高松築港駅。 JR よりも琴電に乗る機会の方が多かったです。これに乗ると好きなお店がある場所へ行けました。歩道と自転車道がきちっと分かれてる。すごい、高松は都会だな。私の住むエリアではこんなの見たことがないです。そしてここが30号線のゴール、中新町の交差点です。国道30号線トレース完了。せっかくここまで来たし、近くに栗林公園があるので行ってみましょう。紅葉が残ってて綺麗でした。
ことでんで帰ります。ことでんのいいところ、スイカは使える。ここから高松実行駅まで10分ほどで着きました。高松港へ戻ったらもう船が到着するところでした。この便も人がたくさん乗り込んでいました。黄金色、高松は黄金都市だな。景色が近くにあったなんて早く行ってほしい。しかし私の他に見ている人はいません。風が超強くて超寒いからです。中に入ってコーヒーを飲みました。宇野港へ到着。夜のフェリーは外から見るのも綺麗ですね。この景色が見られるのも今月12月15日までです。